ちょっとスティーブやり始めようってなってから、うん、本当に一番最初だけあんま強くなかった。そうそうそう、最初だけ本当にマジで最初だけ韓国勢からもうーんダメダメみたいな言われてたんですけど、瞬く間に本人のメインキャラクラスに成長しましたよね。そのスティーブです。このそうなんですよ、まあ、スティーブを起用した理由なんですけど、はい、まあ、ドラグノフの、まあ、アサルトだったりなんだったり、はい、大体がクイックフックでカウンター取れると、うん、はい、なんですけどやっぱりその前シーズンよりもサープラーに来られやすいんですよね。そうですね、その通りです。危険のカウンターヒットの、はい、リターンが減ってる。この危険のカウンターヒットのこのコンボこそがスティーブ使いの連動が試されるじゃないですか。大事ですかね。なんですけどこの試合はどちらかというとクイックより危険の方を振ってるので、はい、まあシャープランで来るだろうなってところがあるのかもしれませんね、うんうんうん。さあノロマが先制ですね。まずは接近戦での押し引きカウンター確認等々ミスらずノロマがペースを握りました。ステップインでプレッシャーをかけるのは JDCR。 しかし縦押しノロマうまい、うますぎる、うますぎる。鉄拳精密機械 JDCR、 他点と他ありをファジーしてるんじゃないかというレベルの屈伸してましたね。うますぎだろ。そもそも他張りに透かし確定を取ることそのものが難しいはずなのに、すげえな。ダブルヒルドを入れてた。しかしドライブなんとなく当たってしまったと。状態からの横移動に引っかかってます、うん、ですね。あーうまい、うまい。スマッシュ1点読みかと思うレベルのジャブ置きでしたね。ただ仕切り直して読み合いが増えれば増えるほど、はい、まあ、これもスティーブ側が有利なので、うん、そうですよね。シャープナをガードされてもダメです。アサルトにクイックを合わされてもダメです。はい、そのやっぱシャープナーの確定反撃が単純にそこそこ減るっていうのはまあいいですよね。そうですね。カロリー少なく3、5、6返せますからね。はい、ステップインから下段。この手の下段はまあ JDCR にはガードされることは本当にない。まあないですね。ですよね。まあ、捨ててるに近いところはありますね、はい、最後の局面以外は。うまっ。あんな予測できなかったであろうシーホークに対してもちゃんと右アッパーで浮かせている。完璧な鉄拳を見せます JDCR。 ノローマーがちょっと攻め急いでるようにも見えますね。ああ確かに、あのシーホークとかは最たる例ですからね。ダックインからアサルト。そもそもあんまりアサルトに行ってないにもかかわらずラウンドは2-1です。確かにアサルトはだいぶ絞ってますね、うん、やっぱりその 1-2-3 はクイックを警戒してるということなんでしょうね。チョッピング暴れないでトゥースマンをヒットしている。スティーブに削り合いで勝つかこのまま。 JDCR だったらありえますね。なんていうドラグの、いつひっくり返るか分かんないんですよね、このクイックフックで。はい、作品から出し切り、確定反撃だがちょっと安くなったか。もう一回、もう抜けている。出し切り、冗談マジかよ。ガードしている、残った。最速ドライブ、おお、なるほど。まあ、ありですかね。ありですね。2-2。そのままもギアが一つ上がっている。下段から入るようになりましたね。カウンター確認、体力4割奪っている。さあどうだ、スマッシュ2発止め。いいペースだぞノロマ。きたスマッシュ、貼り付け性能が高い。これは決まりました、パーフェクト。ノロマが先制。スティーブの起用生きたりという感じですね。これは本当にそれでしたね、うん、確かにドラグノフ、ジャック、って感じですもんね。内容的にはすごいいろんなところにケアしながら丁寧に丁寧に詰めていた、まあ、JDCR 側だったんですけど、はい、やっぱそのキャラクター相性的なところがすごい大きく出たのかなと思います、ね、ちょっとね、そのストレス負荷がドラグノフ側の方がちょっと大きい気がしますよね、この組み合わせは。多くのことをケアしなくちゃいけないのはドラグノフ側の方って感じですよね。ただキャラパワーが若干シーズン3はドラグノフの方が高い気もするので、そうですね、なんかあのスティーブって結局トーナメント
勝ち上がるのに持っておきたい駒なのに変わりないのにもかかわらず、はい、キャラクター自体が弱くなってるすごいなんか皮肉で、あ確かにそれでもねえこういうかぶせ方はできるから、はいはいはい、罪なキャラクターですよ確かにそうかもしれないですね、いまだに三島とかには全然強いですから、はい、そうですね確かに、さあアサルトからのあ2発目スカリ投げ抜けてフロントキック絶妙、ステップインガードフロントキック、まあ、あの体力状況になるとクイックフックって逆に選択肢から結構はなくなりますからね、確かに外れる、あの三島使いが相手残り1ミリのところに封じに置かないみたいなもの、はい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 、確かにそうですね、ちゃんと置くのはクダンスぐらいのもの、なるほど常にデビルジみたいな、なるほどなるほど、そうですよね、であればフロントキックみたいな行きやすいんですね、うん、技は打ちやすいと、このワンツースリースタンソーサーが当たっちゃった時の火力ですよね、そうですね、もう50ぐらい減ってます、おっと残ったあるか、ドライブが当たればだからそれは警戒してるでしょう JDCR、 そうですね、それこそを警戒してる、どうするんだ山捨てすらちょっと控えめにですね、いやあーあのドライブが届かない位置にいる2-0、まあこれが JDCR のやりたい試合展開っていう感じでしょうね、やはりダブルヒルトも相当 JDCR と相性がいい技ですよね、相打ちカウンターヒット、クイックフックをケアするためにジャブとかから入ってるんですけど、それでもこうなってしまいますからね、起きてめどうしようパストから危険、うん、早い展開ですね、人対策なのか不利な状況からのダッキングからでも結構強気にノルマがいってます、そうですよね確かに打て切らない、うん、まあ、シャープランとかに対してイーグル一発で、はい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 、カウンター確認とかもしつつって感じなので、シャープランって強力な削り技ではあるんですけれどもフレーム鉄拳ではないですからね、あーでかい減るぞからの半分あんまない。おお、2発目が引っかかりました。これでノロマリーチですよ。強い。ノロマスティーブ。ジャブ置き。からの。むしろ攻める姿勢の JDCR。空中判定。この最終ラウンドシャープナーが。最終ラウンドシャープナー超強いですよね取り返しました、まあ、キーはシャープナーだったのかなと、ノロマもでも最終ラウンド QRP 打ってましたね、なるほど最終ラウンドなるほど、さあノロマはステージは三島道場、ノロマは結構合気ステージを選ぶことが多いんですけど JDCR 相手だったらもうちょっと狭い方がいいっていう感じですかね、かもしれないですね、あとなんかちょっと違和感があったのが、はい、ノロマのスティーブのプレイスタイルも最近の、まあ、パキスタンですとか、はいはいはい、まあ、異次元のスティーブに影響されてる節もあるのかっていう感じで、はい、結構ダッキャンダッキャンみたいな、はい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 、あまりそこまで昔やってなかったイメージあるんで、彼のスティーブもまた別の形に仕上げてきてるんでしょう、ね、なるほど、それがまあ今のところ JDCR に対してもかなり機能してると、そうですね、あのダッキング困ってる印象を受けます、うん、でダッキャンイークル一発止め状況確認みたいなのいっぱいありますもんね、さっきから特にノロマそういうのうまいですからね、確かにそう、ヒット状況確認みたいなのすごいノロマうまいじゃないですかやばいでしょ今の天才か、シャネルダブルが試合、ということはシャネルローハイはローハイが勝ったってことですね、あーなるほどそうですね、はい、そうそうだ、ローハイがウィナーズファイナル、はい、そしてダブルは、プーマを倒したのか、はい、さあそして配信台は JDCR が1ラウンドを取っている、長いがうんまー、これはちょっと JDCR がこのノロマスティーブのギアについてきてこれるようになってきたですかね、
ジャブを置き、あのジャブがノロマンの接近を阻んでいる。あー、反応してしまったか。そうっす。あー、どうする、届かない。どうする、ダッキングプレッシャー。うおー、 JDCR を動かせた。4回のダッキングが実ってる。あ、難しい。うわー、貫通した。コンボミスをしてからブリストルでケアするのは、いやもう正解中の正解かもしれない。確かに、パワークラってことですか。そうですね。あ、そうですよね。起き上がりに対してアーマーで受け止めると、まあ、あのコンボミスった局面ではとりあえずツースマとか重ねるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。それに対してリターンが取れると、さばいてる。シャープな安全な拾い、食べに行きます。あー、難しいぞ。いや、うまい。フォローしてる。スマッシュロースレーライド、どうなるんだ。遠い。いや、これ反応しましたが、ギリッと間に合わず。いやそうですね、ジャブ置きがうまいんで、はい、それにリスクを負わせようとしてるんでしょうけど、さすがにね、ノロマといえども、まあ、噛み合ったらいいなっていう感じの打ち方はあるかもしれない。はい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 、そうですね。純粋な反応では間に合わないので、この辺かなっていう感じで打ってますよね。これはでもリターンなる。壁際置き攻め重視。ジャブ、ジャブ展開作り、割れたのか。さあ 2-2 ファイナルラウンドです。やば、ドロマ先ほどと同じくまたファイナルラウンド。イカパンからの体力リードはジェリーだが、でかすぎる下段さばき。試合後半は両者とも下段さばき狙ってますね。ですね。さあイレイザー有利かな。シャープな、どうすんの。いやー、不利、逃げた。よすみ、ノロマが逆に壁がきつい。壁の位置が悪い。ノロマとはいえクイックがガードしてる。でかい、でかすぎる今の一撃。さあノロマリードの残り25秒。ダッキャンプレッシャー、しかし何もしない。起炎からの10秒台に突入。ジャブジャブ、やべやべやべ、ジャブしかやってない。追いついてきてるぞ。ジャブと 3LP で追いついた。極力カウンターもらわない立ち回り。うわー、サルト、ここで来た。これは決まりました。 JDCR 温めに温めたアサルト。いや、ほんとそう。今まで、打ってなかった。